はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガリユニバースやっていきたいと思います。現在ですね、新しいイベントが来てまして、出撃の方から選んでいくと、モニカのクリスマス大作戦というのがありますので、今回はこちらのイベントをやっていきたいと思います。ちなみにこれ1回もまだやってなくて、で、あとですね、一応ガチャの方も来てるんですけれども、ガチャはちょっと今回は引かないです。ロマンシングフェスということで、サンタ関係の人たちが、出てる感じになりますかね。SS モニカ、S のアザミ、SS ユリアンと、A のウィンディですね。で、SS ユリアン、これ交流券覚えるみたいですね。交流券かっこいいよね。SS モニカのサザンクロスも、強そうではあるんですけれども、今回は普通にちょっとイベントの方を進めていきます。行けるところまで行ってみるという感じですかね。モニカのクリスマス、大作戦ということで、クリスマスプレゼントを集めて究極のサンタクロース雪だるまなどと交換しようと、イベント限定アビリティ持ちスタイルで、プレゼント効率よくゲット。あ、ドロップ量がアップするんだ。やっぱりこういうのって、ガチャ引いて効率よく集めていきましょうっていうのが、基本だよね。何も持ってないけど。あ、でも下の方を見るとドロップ量 10% アップで、普通のモニカとか、普通のアザミちゃんとかも一応ドロップ量はアップするみたいですね。ここら辺のキャラはじゃあ入れてやっていきますか。1日1回クリスマスプレゼントの獲得量が3倍のクエストがある。召集ポルカ隊、じゃあ見ていきましょう。これもノーマルとハードがあるね。ノーマルをクリアするとハードに移行するのか。じゃあちょっとノーマルくらいはクリアしていきたい気もするけど、オートにしよう。でオート結構早いんだよね。ポルカクリスマス知ってる？やっぱりクリスマスはどこの世界でも共通なのか。300年の間に生まれたの？世界中の恵まれない子供たちにクリスマスプレゼントをあげる。この世界だったらなんかそうだよね、なんかむしろサンタになれる人もいそうな気もするけど。逃げたムーを一頭残らず捕まえてください。編成は今ある編成のどれかを使っていきましょう。雪の町外パーティー10だけど、ちょっと鍛えてるやつはね、これそんなに強くない人たちなんですよね。最初だからいけるっしょ。ジェラールとか、レオンとか割と最近手に入れたキャラを使ってます。余裕だな。武器がねそれなりのものを装備させてるんで、ちょっと弱くても火力はちょいちょい出せますね。みんな殴ってきた。殴り系の人は早いよね。やっぱり素早さが関係してくるから必然的に速くなるんだけど。ジェラール、あ、なんだ、ウィークか。あとね、魔法の攻撃がねちょっと弱いんだよね。ジェラールとかレオンって魔法の攻撃を覚えるんですけど、全然使い物にならない、そんな感じがする。デルタペトラとかもね、ジニーちゃん強くないしね。ただウェンティのスコールとダイヤモンドダストはちょっと火力は出るかな。ムーを探してドロップ報酬3倍やろう。ってことはアザミちゃんが入ってるパーティーがいいな。あ、ここ入ってるな。パーティー10、これでいこう。このパーティーは結構強い。普通に高火力で押し切るパーティーかな。あー、でもゲットもねそれなりに強いんだよね。最初の方だとか
火力は高えな、やっぱり。ポルカを外してる感じかな。これ結構ねポルカ使ってるんですよ、なんとなく。限界突破も今43レベルくらいかな。限界突破結構きついよね、50まで上げようとするとめっちゃピースが必要になるから。なるほど、もうどんどん次へ行こう。スタミナはね十分ある状態なんで。プリンセスガード、これはイベントか、見ていきましょう。ユリアン、お前はムーを知っているのか。まあムーはあれでしょ、ロマサガ2の世界だからね、全く知らんと。俺はミカエル様からモニカ様の護衛部隊プリンセスガードに任命された。任務を全うしているだけだ。サイゴ族が飼育している家畜。あ、そうか、アザミはロマサガ2の世界だもんね。ウィンディがいる。ウィンディとウェンディとすげえ間違えるんだけど。ウィンディはすごく耳がいいんだ。これどんくらい続くの。ハードモードはもう戦闘だけなはずなんで、やっぱノーマルはクリアしていきたいよね。10くらいまであるかな、だいたい普通のストーリーモードも10くらいで1個収束するんで。ちょっとここも高火力でいくか。え、一番先頭のやつ踏み牛、まだ一撃だな、まだ余裕。これも一旦で処理できるね。コウモリとかね、最初の方結構苦戦したけどね、なんかすげえ雑魚敵じゃんって思ってたら意外に強かったっていう。うん、余裕で押し切れる。洞窟入り口か今。うん、10% アップした1個でしょ、10個に対しての 10% だから11個になるっていう。 30% とかだと13個か。どうなんだろうな、回数こなせばさ別に良さそうじゃん。ちょっと別パーティーでいきますか。じゃあここにしよう。ここのパーティーはジニーちゃんとクローディアが入って、あとはジェラール、レオン、アルベルトは最初のパーティーと一緒ですね。これ全然ね、いろんなキャラクター普通に使えますよ、鍛えれば。まあ、技に関してはね、やっぱり SS の3つ目の技の火力はめちゃ高いけど、まあ、それと比べちゃうとね、どうしても火力不足は否めないんですけど、まあ、いろんなキャラクターを使っていきたいっていうのであれば、まあ、全然使い物にならねえっていうのは今のところいなさそうですね。それなりに使える。まあ、マスターレベルの関係もあるんで、まあ、いろんなキャラクター使ってマスターレベルを上げていくっていうのも一つ必要になるんで、そういうことに関してはいろんなキャラを使っていけるっていうのはいいと思いますね。ダメ、何が。あ、匂いを嗅ぎつけて逃げてしまった。ムーはとても臆病。誰かいる。エイリーク、あれ、エイリークって誰。そういうあんたはムーの所有者だ。あ、こいつあれ、サイゴ族。え、サイゴ族のやつってさ、こんなおっさんなの。ついさっきまでここらにムーがいた。だいたいサイゴ族俺全然使ってなかったからね。西の道に逃げてしまった。だがここは未開の洞窟、どんな魔獣が潜んでいるかもしれない。
あんたは待っててくれ。ムーをここに追い込む。あ、帽子がだってサイゴ族だもんね。いや、エイリークなんてやついたっけ？なんかもう名前忘れちゃったな。魔獣の巣窟。あと何パーティーがある？あ、モニカがいるところがあるね。これにしよう。パーティー2。コウモリ5匹か。これさ、パーティー10個作れるけどさ、なんていうの、絶対これ10個作らないといけないパターンだよね。それがめんどくさいんだよね。いや、まだまだ全然余裕でいけるな、通常攻撃だけで。まあ割とね、武器が重要ですね。武器が基本的に今はね、 A ランクの武器をプラゴにして使ってる。あの、覚醒はさせてないです。いや、何個かは覚醒してるけど、基本的にはそのままでプラゴにしてそれを使い回してる感じですかね。で、鎧はね、まだ全然鍛えてない。あるものをなんか着せてるだけ。報酬量アップ、西へ。じゃあこれもちょっとモニカ連れていきますか。かちょっとめんどくさい敵になってきたな。まあまだ一撃か。でも、あ、244で倒せるんだ。もうちょっとヒットポイントあるような気がしたけど。これあれかね、ハードモードで回せっていう感じかな。てか報酬がさ、そのプレゼントがどんくらい必要なのかわかんないんだけど。ちょっと報酬部屋見てみる。交換所か。今356個、1000個。あ、でも1000個とかだったら割とたまりそうだな。 S 雪だるま2500でしょ。あとピースがあって、チケットがあって、オーラムがあって、オーラム1万円を100個で買えるのか、結構いいな。秘伝書とか、まだ秘伝書とか使えないんだよね俺。あー、なんか余裕そうじゃない。え、だってこれ別に永遠にできるっしょ。永遠にできるよね。じゃあ別になんかガチャ引かなくても良さそうだな。なんという数。ここは魔獣の巣窟だ。そんないっぱいいた。一旦引き返すか。いや、前進。貴様の命令には従わない。引き返したところで魔獣だらけ。囲まれてんじゃん。じゃあで奥へ進んでいきますと。で、じゃあ他のパーティー他のパーティーって言っても、まあ結構使ってるキャラクターが似たよってるからね。この辺は作ってないんだよね、そもそも。パーティー8はちょっと火力不足だからな。一応ね、イベントっていうかメインストーリーを進めるときはこれでいってる。なんとなくポルカ入れて、で回復薬はね、やっぱいた方が便利なんで、ウェンディを入れてますね。で、殴り殴りザンザンの属性なんで、一つがいないんだよね。
で、これは陣形もちゃんとセットして、先頭2人が素早さアップするんで、で一番後ろは、知力がアップするんだっけ。で結構ね、俺の使ってるキャラクターとは相性のいい陣形。パワーレイズだっけ、これ。名前忘れちゃった。あれ、なんだかんだでも 12? どこまで続くんだ。でもそろそろ洞窟の奥行ってるから、ムーを発見して、でイベントのお話を聞いて、まあ終わりになる感じかな。でプレゼントはハードモードで回せと。ここら辺はもう雑魚だからね。1000超えるとか、こんな強かったっけ。ボスキャラみたいなのはいないのかな。これなんか日が経てば交換できるものとか変わっていくのかな。特攻キャラなしでさ、結構手に入ってるよね。エイリークの策略？今の声はキューキュー言ってたな。間違いないムーだ。魔獣だらけの道を行かせたが、まだ死んでいないか。意外としぶといなって、何こいつ。あ、怪しいやつ、マクシムスじゃん。ならば私のとっておきのペットを送り込んでやろう。そういうことか。ってことはボスがいるね。次ボス戦かね。ボス倒してムー発見して終わりか。あれ、ボスいるときってなんかボスデータなかったっけ。まあいいや、ちょっと最強メンバーでいこう。楽勝。はね、結構重要だよね。やっぱやってて思ってたのが、そのダンジョンごとっていうか、その戦闘ごとにやっぱりね、編成を見直すのはね必要ですね。まあ勝てない時とかは。だから防御耐性のあるキャラクターを連れていきつつ、敵のウィークをつける属性を連れていくっていう、まんべんなく振るっていうよりもある程度固めた方が攻略はしやすそうな感じはします。あ、とっておきのペット、これやろう。ヌエかピースが手に入るね。よし、一応最強メンバーでまた行きましょう。もう技使ってないけどね、通常攻撃だけでなんとかなってる。この犬か、この犬も最初強かったかな。まあそれなりだよね。犬にしてはヒットポイントが高い。500くらいかな。400で死ななかったってことは600では一撃か。ちょっと一応技使っていきますか。じゃあ全員マックスでダイヤモンドダスト、アルフェニックス、千手観音、真空切り、巻き割り。ダはあれか、耐性あるのか。まあそれでも1000いくつ当たるか。4000とか。ノーマルはまあ全然雑魚ですね。そこまで鍛えてなくてもノーマルは回していけそうな感じがしますと。まあ
ハードになるとね、一気にまた敵が強くなるからね。モニカの願い。なんだなんかちょっと荒くないか画像が。見ろムーだ、あそこに胸って固まってるって。頭を撫でてもらえんの？クリスマスが終わっちゃうぞって、そんな切羽詰まってたの？これ誰？あ、マクシムスってさ、こんな形してるんだ。何がクリスマスだ、はしゃぎよって。ぶち壊してやろうと思ったが失敗だ。帰ってスカチーニの野郎とケーキでも食いながら悪だくみするか。なんかかわいいな。なんでこんなかわいい感じになってんの、マクシムス。空飛ぶサンタさん。ありがとうございます。そういやこいつ来てなかったね。世界中の子供たちにクリスマスを届けることができます。お兄様が考え、お金を工面し実行された。え、そうなの？子供には子供なりの悩みや辛いことがある。クリスマスぐらい思いっきり笑ってほしい。おお。サンタさんたちの出発。本当に飛んでんだけど、どういうこと？ムーが飛んでる。ヒラが故障続きなら心配です。ヒラが何世？てかヒラがとかも普通にいるんだね。でハードが解放されましたと、いうことで、じゃあちょっとハードもやっていきますか。せっかくなんで。どの程度の敵の強さか。パーティー戦力どうだろうね。6000台で太刀打ちできるか。どっちがいいかな。こっちの方がいいな。パーティー9でいこう。いまいちどんくらいの強さだと余裕だ。6000くらいだったらまあいけそうだね。ハードモードも ちょい固まった。あ、全員一緒だ。通常攻撃で処理できんだ。ベリーハードはなさそうだったからね。ハードモードのてっぺんを回していく感じかな。じゃあそう、経験値アップね、誰か持ってるんだよね。誰だろう、わかんないけど、少なくともジェラールかアルベルトかレオンのうちの誰か。ジニーちゃんとクロディアは早い段階から使ってたから多分違うと思うんだけど、ムーンを探して。一応これも6400パーティーでいきますか。アイね、アイちょっと謎なんだよね。長く一緒にいることで感じることができます。何に影響していくんだ。出てきたよね、だって。3回かかるか、1人処理するのに。このパーティーだと、まあ、ジニーちゃんがスターになる分には全く問題ない。いやー、アルベルトとか、そう、アルベルトとレオンのね、火力がね、弱すぎるんだよね。あと技も弱い。まだ3段階目を覚えてないんで。
レオンに至っては、まずライトボールが超弱いでしょう。初期段階に。いや、死ぬ、死んだ。で、残像剣も覚えてるんだけど、残像剣も敵全体の攻撃だから、火力自体は低いんだよね。3段階目とか何覚えるか、見てないから、ちょっとわかんないんだけど。プレゼント138か。で入り口、これ何回戦闘があったっけ。戦闘自体は飛んでるから一つに弱いのか。槍をね全く使ってないんですよね。槍キャラがいないんで俺の中では、まあ、トーマスくらい。トーマス戦闘に出してないんだよね、まあ、弓はクローディア。ツイーリンもねお気に入りキャラではあるんですけど、まあ、遠征ばっかり使せてるんであんまり使ってない。別に遠征に行っててもね戦闘に出せるんですけど、キャラクターが多いとねどうしてもメインキャラクターレオンとかジェラーとかそういうのも使いたくなっちゃうからね。でアルベルト左利きって書いてあるけど剣右手で振ってるよね。レフトハンドソードとかじゃない限り右手で振るのかな。でウィンディを持って、まあ、ハードモードはね本当に戦闘がずっと続く感じになるんで、まあ、同じストーリー見させられても、ね、困るんだけど、強打これ強いんだよね。ほら死んだ。そろそろ技を使っていかないと厳しいかな。3戦目は技を使って処理していきますか。ここで BP 溜めてこのターンで処理できるでしょ。で3ターン目はじゃあ技を使っていきましょう。ジニーちゃんはサック眼撃、ラック王派の、高速拳。アルベルトがねただみじん切りまでしか覚えてないです。高速拳がどうだろうな、なんか強えっていう感じはしないんだよね。削眼撃はね普通に強いと思う。みじん切りはね弱い。みじん切りにする割には弱い、まあ、アルベルトはもう一段階上の技を覚えると思うんで。アルベルト多分いつかあれだよね、 SS キャラとか持ってるわけじゃないから分かんないですけど駆動拳とか覚えそうだよね。そういや序盤でアセルスがロザリオインペール使ってたじゃないですか、まあ、あれ超かっこいいよね。ロザリオインペールとあとなんだろうな、サガフロの技がね結構かっこいいんだよね。普通のサガフロ1ムツキ山水とかね、まあ、交流拳もロマスパ3キュリアンのやつかっこいいですけど、あとなんだろうね、ゲンマがあればゲンマ走破とか。あれカウンター技だからな。そしてカウンター技って今回まだないな。そもそもカウンター技という種類があるのかな。基本的にはそうだね、だから6000でした。6000くらいあればハードモードでも
割と進んでいけそうな気はしますね。通常攻撃だけでこうやって進んでいけるんで、まあ、技を使えばもうちょっと効率よく進んでいけるかな。やばい、ちょっときつい。技使おう。全力応答で。やばい、クロディアやばくねえか。火力の高い、おラグアップか、なんだみじん切り。いや、みじん切りだから弱いんだよ。火力の高いキャラが一人いると全然違うよね。レオンとかマジ火力低いから。なんだろう、3つ目を早く覚えてもらいたい。今何個溜まってるところで、クリスマスプレゼントだから要はハードまで1周回してどれだけプレゼントもらえるかだよね。1653、特攻なしで西へ。6500メンバーでいけるかな。ちょっと他大体1万超えてんな。偏ってるよね。そう、弱いキャラをねちょっと鍛えようって思ってこういうパーティーを組んでるんで、まあ、ちょっとまだこのメンツで頑張りますか。ジェルはきつそうだな。あ、これ死んだ。いや、ジェルはきつい。いや、体当たり耐えられないよこれ。やられた、ジニーちゃんやられたら、うちのアタッカーが、いや、ダメだ、これはこのメンツでは勝てないわ。死んだ。236とか、まあ、諦めても良さそうだけどね。いや、厳しいか。まだスタミナあるよね。では主力を投入しますか。ここら辺から一応3倍になってるんで、アザミちゃんのところを使いましょう。まあ、殴りにはレジストされるんだけど、火力で押し切る。ぶん殴って火力で押し切る。あれ強い、普通に強いな。これ同じ個体でもさ、やばい、やられる。強さ違う、もしかして。今更だけど、え、この個体強くね。ちょっと待って、もう1ターンかかるね。次は技使ってこう。19溜まってるんで、まあ、2番目の技を中心に使っていきますと。デルタペトラは弱いからちょっと旋回撃、マシンガンジャブ。ランクアップ。でここまで溜まれば2段階目の技を使って、で3段階目の技がもう1回使えるっていう。スカイドライブ、アルフェニックス。ランクアップしないんだよね。まあ技を使えばこんなもん。そう、もうあの限界突破してないからさ、アザミちゃんとかさ、すげえ経験値溜まってんだよね。 SS キャラクターのね、限界突破がほんときつい。 A ランクキャラクターは道場でね、結構早くピースが溜まるんでいいんですけど、スタミナがねえじゃねえか、そもそも。じゃあまあ、スタミナがね
なくなっちゃったので交換所だけ除いて、まあ、2500貯めて雪だるま取って、この鎧が強いかどうかだな。999、あ、霊気耐性があるんだ。スービエってでも霊気だもんね。一応スービエはね、あの5段階くらいまで倒してゲットはしたので、まあ、それはまた次回ストーリーモードあたりで使っていきたいと、思います。じゃあとりあえずモニカのクリスマス大作戦こんな感じになりまして、まあ、特攻キャラなくてもね地道に、クリスマスプレゼント集めていけば、まあ、なんとかなりそうな、感じですね。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。